e f 5 0 0系電気機関車は日本貨物鉄道が1990年に製作した交流直流両用電気機関車である。JR 移行直後の輸送力増大への対応と JR 貨物が承継した多数の国鉄形式電気機関車の後継を目的として EEF200 型と同時期に開発された形式である。1990年7月に三菱電機 川崎重工業で試作機が完成した。東海道山陽線系統を主とする直流電化区間での使用を想定した e f 2 0 0型に対し、本形式は複数の電化方式が混在する東北本線、津軽海峡線系統、日本海中間線などでの使用を想定し、高直療用として製作された。対象区間の貨物列車では異なる電化区間ごとに、 EF65KED75KED79K のような機関車交換が行われており、これを本形式の投資、運転に置き換えて、到達時間短縮を図ることと、出力増強による、牽引列車の容量増大等を目標として、試験運用に供されたが、技術上の問題や、使用線区の輸送量に対する考慮などから量産は、見送られ、2002年に廃車された。 対象区間への車両投入は、後発の A500 系 EF510 型によってなされている。車体は EF200 型と同様の高運転台式、非貫通の全面形状を有するが、正面窓状に短い日差しを設けるなど、EF200 型とは一緒を意味する。側面は、大型の通風口が設けられ、EF200 型と異なり左右対称に配置される。 外部塗色は前頭部がワインレッド、側面はライトグレー、前小頭の位置に白色の帯を配する。車体側面にはインバータハイテックロコのロゴマークを付す。直流 1500V、交流 20KV の3電源に対応し、日本海中間線などの違法式混在区間を一両の機関車で運用できる。制御装置は EF200 型と同様に、 GTO 素子を用いた電圧式パルス幅変調方式 VVVF インバータ主電動機は定格出力1 0 0 0ットのカゴ形参照誘導電動機 FMT1 型で1台のインバータで1台の主電動機を駆動する 1C1M 方式である1時間定格出力は6 0 0 0ットで平坦値で1000トンから1200トンのコンテナ列車を 最高速度時速 120km で牽引することが可能で26パーミルの勾配条件でも1000トンを牽引して時速 55km 以上で運転可能である。最高速度は時速 120km、定格速度は時速 81.2km で EEF200 型と同等である。パンタグラフはシングルアーム式。 硬直療養の FPS1 型を装備し、関節部を両端に向けて搭載する。台車は軸療式、ボルスタレス構造の FD1 型と FD2 系の2、軸ボギー、手電動機の操作方式は e f 2 0 0型とは異なり、従来機関車と同一の吊り掛け式とされた。ブレーキ装置は国鉄、JR 機関車で初となる電気指令式、自動空気ブレーキである。 落成後は新鶴見機関区に配置され、各種の試験に供された。試験運用においては、6 0 0 0ットの定格出力に対して、変電所などの電力供給能力が不足し、河川の電圧効果が頻発した。また、インバータが発する高調波が、線路周辺の電気機器に影響を及ぼす、誘導障害も多発した。加えて、 使用を想定した線区の実輸送量に対して出力が課題であること、景気交代化で鉄道貨物の輸送実績が減少していた実態に鑑紙、本形式は量産に移行せず試作者一両のみで製作を終了した。1994年以降は使用されることなく2002年に廃車された。廃車後は JR 貨物広島車両所にて保管されている。 以後の製作は、使用線区の輸送実態を考慮し、出力を ED75 系0連に相当する 4000kW 級としながらも、同軸数を8軸に増やし、制御方式の改良で、牽引性能を確保した A500 型や、同軸数6軸のままで、各部仕様を改良し、運用コストの最適化を図った EEF510 型に移行している。ありがとうございます。